パーン、マッパーン、ミー、はい。時計ください。なんでなんでなんで。なんでなんで、なんの話、いきなりどうする。今いいなと思って。あげないっすよ、なんで。ください。あげないよ。怖っ。なんで、なんで、なんで、いきなりどうしたの。今いいな。どうしたの。え、どうしたの。ください。毎日見てるでしょ、別に。怖い怖い怖い。一日ください。え、何それ、一日くださいって。何、どうしたの。何、何。時計がいいなと思って。食べるコーヒーの裏話ですけども。そうだ。なんですか。いや私今このパッケージ見てて、うん、ごめんね時計の話無視して。いやいいっすいいっすよ。ごめんね、はい、その記憶力を維持する、うん、歯につきにくいガムって書いてあるじゃないですか、うん、これ中高年向けって言ってちゃんとまさにアラフォーの私にねドンピシャなキーワードが書いてあって、うん、米印でここに言葉や図形などを覚え思い出す能力を指す記憶力のことをね補足してるわけですね。言葉や言葉や図形などを覚え思い出す能力なんですって。だから味はまた違うんじゃない。味覚も違うし味はってね味その味覚じゃない。それは言葉や図形だから。いや言葉も覚えないじゃないですか。それ言われると元も子もないな。効果あるんですか。え、わかんない私。効果あるんですかって、まあ、これのネガキャになっちゃうけど、これ俺はねこれ悪くないと思ってるんですよ。このガム悪いんじゃなくて村井さんが極端にヤバいだけだと思ってるんですよ。とりあえず食べ始めてから記憶力が改善されたみたいな。一応今日の時点では私はわかんないですね。今日の時点では記憶力良くなりたいと思います。特に思う。記憶力良くなりたいと思ったことある。ある。まあまあまあ、そんめちゃくちゃ悪くはないから、村井さんほど記憶力が悪かったら直したいなと思います。私記憶力悪いわけじゃないよ。悪いっすよ。出た。マジでやばいっす。本当にそれ。怖。いや本当に。覚えようとしてない。ね、覚えようとしてない。最悪じゃないですか。覚えようとしてないだけだ。村井さん今だって今覚えようとしてないだけって言うじゃないですか。それもう最悪のことで、村井さんあの人の名前を平気で忘れるでしょ。例えばあの先日あのラジオでも話しましたけど、あのソフトバンクのねあの球場行った時、ね、案件を取りに球場行ったじゃないですか。であの時になんかすごい何々さんじゃないですかって、何さんって言ったんですよ。まあ仮に田中さん、田中さんじゃないですか、久しぶりですみたいな感じで、でなんかちょっとなんか田中さんはああどうもみたいな、で俺ら会ったことないから昔の仕事のつながりみたいな、はい、で、あ、社長、何やってんですかって、ちょっとなんか急に声かけられたから、ね、びっくりしたのかなみたいな。村井さんのテンションすごかったから、田中さん久しぶりじゃないですか。こんなところで何やってんですか。何年ぶりですか ね。で、あ、仲良かったんだと思って、ねえ、あ、田中さんいたなと思って、次の俺ら3人のラインで、私が田中さんって呼んでたの斉藤さんでした。ラインが朝早く入ってました。まあ、仮の名前ですけどね、今田中さんと。やばいっすよね、あれマジビビった。ツイッターで謝罪した、うん、DM で謝罪した。いやいや、そういう問題じゃないっすよ。いや、それを今は肯定したんですよ。私別に覚えようとしてないだけだからって、だから人の名前も覚えようとしてないってことで言ってしまったっす。まあ僕自分で言うのもなんですけど、記憶力いい方なんですよ。おー、うん、私も別に覚えようとしてないっすよ、うん、覚えようとしてないけど、なんかこう思い出していくうちに、リオナイさんはあの日あの T シャツを着ててあれを言ってたとかって全部覚えてる。いや、すげえ。比較的ね、紐付けてる。そう、紐付けてる。別に覚えようとしてないです。で、村井さんも別にその覚えようとしてるしてないは関係ない。そうじゃない、じゃないんですよ、村井さん。覚えようとしてないっていうのは良くないですね。そうだな、全部が全部右から左みたいな話になっちゃうからな。覚えないまでならまだいいですよ、もう本当に。何回もこの話になっちゃうけど、改ざんしちゃうからな、村井さん。まあね、記憶を、ここが一番危険、記憶改ざん。改ざんしちゃうからな、死体につける。いや、改ざんじゃないですよ。過去のお前を騙せ。村井さんはだから知らずに嘘つきになっちゃってるんですよ。よくない、よくない。なんかマックス村井はデタラメ言う男だって広まっちゃうわけですよ。そんな感じの事例、まああると思うけど、言って気遣いながら喋ってはいるよね。そういう時は私はどういう時は、まあ、どういう時、誰かに迷惑をかけないようには喋ってる。でも数年ぶりに球場で出会った人の名前は間違いないし、その気遣ってる人は。
タッカさんとはいかないでしょ。いかないですよ、全く違う名前だもん。顔見た瞬間に田中さんって出ちゃった。田中さんすごい。逆だったらいいっすよ、向こうがすっごい親しく来てて、あのこの人名前なんだっけっつって、でこっちが下手のパターンだったらまださ、まあまあまあ間違えちゃってもすいませんみたいなってあるけど、村井さんがグイグイ言ってたもん。言ってた、あのー、そりゃあんな顔するわ、声かけられた人。私いつもと違うなって思った。ああ向こうの方のテンションが、その違和感があってから検索したんですよ。あれ彼最近何してんのかなみたいな感じで検索して、何回も何回もその自分が呼んだ名前で検索しても出てこないわけ、うん、だからいろんなアンドキーワードで検索したんだけど全然出てこないわけ。だから一晩寝かしたの私は、出てこないから。で次の日の朝 LINE 送ったじゃない、はい、あの瞬間に思い出したの。あはあ、ビビビッて、あ昨日のあの人、あの人だっつってやばいで思い出して検索したらいたの、はい、Facebook で、あ一致したってで謝罪して共有した。ああ、いやよかったよかった。一晩寝ちゃったんだよ、パンコン、パンキーズみたいな。気づいてよかったな、でもそれまだ本当によかった、本当によかった、一生の別れになってたまである。うん、いい気持ちはしないですもんね、だって名前間違えられて。まあそうだね、この人適当だなって思っちゃうから。私逆に自分の T シャツとかパーカーにマックス村井って名前書いてあるじゃないですか、うん、これずるいなって思う。間違いようがない。あ、それはでもありますよ、名前書いてあるからマックス村井だっつって。知名度がある人はそうなっちゃいます、やっぱりどうしても。僕もやっぱこう大学の友達っていうか学生時代の同窓会みたいなあった時に結構数年前ですけど行って、あれこの人の名前なんだっけみたいな。でも向こうは俺 YouTube 出るから分かってるわけですよ、それはありますよね。そういう時はでもまあこうなんつうの、名前出さずにうまいこと会話してもその人傷つけないようにっていうか、失礼になっちゃう、なっちゃう。でもそこでこの人の名前なんだっけ、もう向こうはもう、あ村井さんこんにちはみたいな、お久しぶりっすみたいな感じで会話が始まっちゃうと、もう聞くタイミングないじゃない。で聞かずに失礼ないように喋ればいいじゃないですか。あ本当？でもここで聞かなかったら多分、まあまた忘れちゃうかもしれないけど、ここで聞かなかったら多分二度とこの人の名前わかんないよ。いやこっそり検索とかするんですよ、わかんない、その人はわかんない。あとなんかそういう話で思い出すみたいな。で思い出した感を出さずにそのまま続ける。気使わないで。どうですかそこら辺は、原美さん。だ村井さんで言うと有名なモヤズさん事件があるじゃないですか。ああ。あの。あれももう2年ぐらい前、あれですよね、なんですか、思い出してください。アメリカで大食い大会で、はい、なんか泣きながら食べてる姿を見て私がすごい胸がキュンとしたって言ったら、それ私じゃなかったパターンですよね。なんかモヤズさんっているじゃないですか、リュウさん知ってるでしょ、あの大食いの、はい、テレビチャンピオン出てて、はい、でアメリカの代表で女王でモリーンっていうのがいる。モリ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 、村倉中に話すわけですよ、モリーンとモエアズの対決がやばいんだと、うん、私はその対決が大好きだみたいな。でもモエアズ対モリーンでモエアズ泣きながらホットドッグを食うと、うん、でそれに私は胸を打ちひしがれて、うん、もういつか会いたいと思ってるんだみたいな話をするんですけど、モリーンやばいからすごい熱量なんだよね。そうすごい熱量、モリーンは女王だから、うん、とんでもない、もう 100m すごい速そうだ。翌日視聴者さんからこうリプが飛んできて、あれ村井さんあんな熱量で言ってましたけど、まずモリーンじゃなくてモーリーですってそこで何だったらモエアズさんとモーリーは一回も戦ったことないですいや今ですらさ、モーリーって言ってたよね。今ですら忘れてましたよね、それモーリーだと思ってましたよね。やばいよこれ、ほらモーリーだと思ってた、ほらモーリー、モーリーな、なんで、まあそこモーリーかな、うん、モーリーじゃなかったですよ。なんかパズドラの緑色のモンスターみたいな名前だな。しかもモエヤズさんじゃないんでしょ。そうモエヤズさん、やばいっすよそれマジで。誰が戦ったんだろうな。やばい。そのそれぐらいのことをその熱量で話せるのがやばいっす。そう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 。マジで、はい、解散されてる。超好きみたいな感じの。
いや本当に超好きみたいな感じで言うから、そうそうそう、でもそれって後から気づくんですよね結局、あの人そんな好きじゃないかも、そう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 、好きだからそんだけ話してんだよ、いや好きじゃないじゃん、例えばだってあのうちのね妻の猫のね、うちの妻の稲垣咲ちゃんいるじゃないですか、でコラボするってなった時にめちゃくちゃな 熱量でその前ぐらいに私稲垣咲ちゃんめっちゃ好きなんだ、俺も好きだったね、あマジで、あそうなんですねみたいな、ロケージ見てたんですかって、あーその名前だったっけみたいな、番組の名前覚えてねえロケミツ、そうやってねえから、いややってねえから、やってねえから、それがきっかけだろ大体、いや本当にそうだ、好きだっつってて、うん、その人の大丈夫代表作みたいな、マックスぐらい知ってるけどパズドラ知らないみたいな、そんなことねえだろ、いるいるいる全然いる全然いる全然いる、いやいや昔全然例えがあれだけど、あの時そう、びっくりしたね、それもすごい、その熱量で喋れるのすげえ、逆にどこが、どう好きなんだろうみたいな感じですよ、ロケミツのね、どう好きなんでしょうかね、すごいですね、全然見たことなかった、あそうなんですよ、なぜ、え、何で好きだったんですか、アスカ、そう、なんで好きだったのか分かんない、アスカ芸人で好きだったんですか、それ、だって結構前の話でしょ、はいはい、その瞬間の私の感情について今聞かれてる？何それ？その何年か前のめっちゃ好きって言ってましたよ。何年か前めっちゃ好きって言ってましたよ。何年か前自慢されたもん、自慢されたもん俺だって。あんた、ああいいだろみたいな。その時の気持ちについて聞かれてる、そうですね。よね。まあ覚えてねえよな。いやもう失礼になっちゃうから気をつけた方がいいですよ、本当に逆に失礼になっちゃうから、例えば、はい、例えば私映画アポロ13、はいはい、好きすごい好き、はい、だってあれのせいで東大受験したし、はいはい、科学者になろうと、はい、バックトゥーザフューチャーとアポロ13が私の東京大学受験の、はい、あともう一つは江川達也先生の東京大学物語なんですけど、一個だけちょっとエロ漫画なんですけど、はい、そのアカデミックな映画2つとそのエロ漫画で私は東京大学を目指したんですよ、うん、ね、ここまでは OK? はい、OK、 OK、 OK、 科学者になりたかったんですか、科学者になりたかった、はい、ドックだったら マッドサイエンティストだったマックス・ザ・フューチャーだから、じゃあアポロ13はって言った時に私アポロ13の内容覚えてねえもん、うわめっちゃ見たけど、めっちゃ見たんですか、うん、めっちゃ何回も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 見た、ハガレンがめっちゃ好きでって言ってめちゃくちゃ、私はもうハガレンめっちゃ好きめっちゃ好きめっちゃ好きで、エドかっけえっすよねって言ったらどっちがエドだっけそんなことあるか、いやハガレン好きだって言ってた人が主人公のさエドとアルフをさ間違えるなんてことあんのか、だっていやいやアルフォンスが覚えてるから、いやいやじゃあアルじゃない、アルフォンスが覚えてるから、いやもうすごいよ、すごいっすよ、すごい、いやだからどっちなんだろう、いや本当は見てないけど見てるって見とるわすぐ忘れちゃう、記憶力がやばいのかっていう、そのいやもういや好きの沸点が低い、ああそれは多分言えてる、そうそう確かに、でも多分何見ても好きはおもろいってなっちゃう、そうそう多分道端の草とかも好き、それは嘘じゃないですか、それは嘘じゃない、いやでもこのそれ嘘、ノリは僕もね好きの沸点低い方なんですよ、そうですね、結構こう幅広くこう好きになるんですよ、25度ぐらい、25度まあ沸点ねもうちょい分かんないけど低い、32度、まあ炭酸泉ぐらい、28度ぐらいかな、あ炭酸泉よりもさらに多いんじゃない、別にそこ良くないですか、そこ別に夏場のプール、具体的なそれは良くない、低いんですけど、このまあ低いけど知ってるわけですよ、一応ちゃんとエピソードね、エピソードが、うん、あ知った上で好きだなってなるわけですよ、リオナイさんはあんま曖昧で知らないことを言わないですよね、言わない、言わないですよ、言わない、本当に知ってる、そのいや確かに言わないですよねちゃんと怖いからね、怖いからちゃんとね博愛主義だから、リオナイさん知らないの突っ切るから私好きなんですよっつって、いや好きなもん好きでいいじゃないか、まあいいんだけど、いいんだけど面白いよな、まあ人によって違いよね、いやいや村井さんのおかしいですよ、まとまんないおかしい、だって覚えてないんだもん、その好きな、マジで、なんすか、分かった、うん、なんか、はい、トークテーマじゃあちょっといきなり変わっちゃうからダメだ、話が全然違うとこいっちゃう、いやまあ言うなんすか、一応聞きますよ、一応聞く、長くならない程度、うん、なんすか、最近ハマってる漫画があって全然関係ない話はいはい、スナックバスエって漫画が、スナックバス知らないな、4巻まで出てるんですよ、
スナックバセ、スナックバセ、めちゃくちゃ面白い。1巻だけ無料で読めるから皆さんウェブで検索、スナックバセ、スナックバセ、バセのスナックに行くみたいな話ですか。いや、バセのスナックが舞台の漫画、めちゃくちゃ面白い、主人公ババアなんですけど、あのもう一人そのメインの登場人物として、ランちゃんみたいに髪の毛とんがってる、って感じ。それが何ですか。いや、すごい面白いなってことを今突然言いたくなっちゃった、はい、その好きな話が最近どうのこうのってあった。その後、バスエの主人公のなんて名前なんですか。アケミ。本当に。アケミ。本当ですか。本当に。本当多分。本当。アケミ、アケミ、アケミ。明るい美しいで、アケミ。アケミ、アケミ。主人公の名前を覚えておきましょう。まあ、誰が主人公の名前を。誰が主人公か分かんないって今言おうと。誰が主人公か。いや、主要の登場人物いるでしょ。ババババアのことアケミって言ってます。じゃあ、ババアじゃない、登場人物いるでしょ。いいでしょ、この雰囲気。皆さん、スナックバスで検索してください。この主人公の名前、ギャグ漫画ですか。まあ、大体ギャグ漫画系です。ギャグですね。このおばあ様とこの2人がメインなんですよ、はい、ママ、スナックバスへのママです。アケミ、ほらアケミ、あ、君だった、あ、君だった、よかった。ただ1話だとおばあ様の名前が出てきてないな。あ、よかった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 、まあよかった、ほっとした。ちょっとでも止まりましたよね、主人公の名前なんですかって言った。とんがってるところで覚えてるから。俺一回さ、やりたい企画がちょっとありまして。なんだなんだ、言ってみろ、言ってみろよ、言ってみろよ。村井さんと一緒に映画を見て、映画を見た直後に映画のあらすじを行ってもらうっていう。やろうぜ。やろうぜ。2時間半じゃないですか、映画って。今度やろうぜ。何時間記憶力が持つのかっていう、その。いや、今度やろうぜ。冒頭からね。ああ、冒頭から見よう。そうだから言わずにね。その企画言わずに。あ、じゃあ私も事前にガムも噛まずにね。急に。急に。僕ら映画見ましょうよ。そう。で、終わった後に、じゃあ、ここで。お互いが見てない映画でね。そう。映画のスタッフで。ああ。やろうぜ。勝負しようぜ。2人でホワイトボードで1枚ずつ準備して、はい、書きまくろうぜ。登場人物の名前を全部書いて、って書いて、ストーリーを書いて、やろうぜ。やろう。絶対できないですよ、これさ。やろう。絶対できない。私はフューチャー好きだって言ったじゃないですか。はい。私の人生変えた映画というか、私の名前はマーティ。マーティなんですか。マイケル・ジェイ・フォックス。マクガーレン、マクガーレン、マーティ。惜しい。え、惜しい。マクガーレンは惜しいけど、いや、その、いや、ビフがその名前で呼ぶんですよ、マーティのこと。マクガーレン、マーティって呼ばないでしょ、ビフは。なんて呼ぶの。いやいや、だからそれも出てくださいよ。おい、まるまるって言いますよ、ビフはマーティのこと。苗字でね、苗字ってか日本で言うと。おい。吹き替え版見てたからな。いやいや、吹き替え版でも言ってるわ。ガースーさんと同じ理由じゃないですか。いやじゃないか。ガースーさんのウォーキングデッドと一緒です。はい、というわけで答えだけ教えてくれ。いや、というわけで答えだけ教えてくれ。申し訳ないです。はい。じゃあ、ありがとうございました。ひらがなアップバンク、こんな感じでドッキリゴンにね、あの裏話いろいろ喋ってるんで、ぜひね、見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、高評価チャンネル登録お願いします。村井さんのことやべえなって思った人はぜひ高評価押してください。ではまた次の動画で。ちなみにマクフライです。おいや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 、マクフライ、マーティー、マーティー、マクフライ、マーティー、マクフライ、マーティー、マクフライ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 か。よかった、アマルフィとかじゃなくてよかった。アイルランド系だ。なるほど、マクフライかな。ドクの本名はドクってマッドサイエンティストだから、